昨年オフに第1回目の現役ドラフトが行われました。現役ドラフトとは、出場機会に恵まれない若手や中堅選手の移籍活性化を目的とし、新たな活躍の場を与えるための制度です。開催前はその内容や問題点などが指摘されたりするなど、賛否両論を呼んでいました。シーズンも半ばですが、現役ドラフトは大成功だという声が多いです。現役ドラフトで移籍した全12人の前半戦総括をしていきます。現役ドラフトの指名順が話題に。複数の球界関係者の話をまとめると、指名順を決める人気投票で最も票を集めたのは古川優里を出した日本ハムだったといいます。その日本ハムが西武松岡を指名、指名された球団が次に指名するという順番でしたので、西武陽川、阪神大竹、ソフトバンク古川と指名していきました。日本ハムは1巡目の指名を終えていましたので、残る8球団の中で指名順が早かったのが広島と見られています。広島は戸根、巨人はオコエ、楽天は松髄を指名。これで巨人、楽天、広島も1巡目の指名を終了。さらに中日が細川、DeNA が笠原を指名し合い、残った3球団、オリックス、ロッテ、ヤクルトがそれぞれ指名したといいます。良い選手をリストアップしないと、指名順が後になって選択肢がなくなることがわかります。2巡目も複数の球団が参加を希望したといいますが、獲得を狙った選手の所属球団がいずれも参加しなかったために実施に至りませんでした。午後1時に始まった指名はオンラインで行われ、約45分で終了したということです。これを見ると、巨人は当初は投手を指名しようとしていましたが、古川、大竹はすでに指名されていたので、残る投手はロッテ、成田かけるのみでした。オコエ、ルイが残っていたので、オコエを指名したと推測されます。次に12人の前半戦はどうだったか見ていきましょう。大竹耕太郎、阪神。現在セリーグ首位を走っている阪神タイガースは、現役ドラフトでホークスから大竹耕太郎投手を獲得しました。大竹は両コーナーへの安定した投げ分けができる南東派左腕で、抜群のコントロールを武器としています。古巣のソフトバンクホークスでは2軍で先発ローテを掴んでいたものの、1軍での登板機会に恵まれないシーズンが続いていました。22年には2試合に登板するも、0勝2敗、防御率 6.43 という成績でした。結果的に現役ドラフトでリストアップされ、阪神タイガースに移籍したのです。そして迎えた今シーズン、大竹は素晴らしい飛躍を遂げています。7月15日現在、13試合に登板し、防御率は 1.48 でリーグ1位、7勝1敗でリーグ3位の成績です。なんといってもそのコントロールは圧巻で、予視球率を測る BBQ は 0.74 とセリーグ1位を誇っています。間違いなく現役ドラフトの中で大成功といえる選手でしょう。ではなぜホークスでくすぶっていた大竹は阪神で覚醒したのでしょうか。もちろんそれだけの才能があったことは間違いないでしょう。20年のウエスタンでは最多勝、最優秀防御率、最高勝率の投手3冠を獲得しています。しかしそれだけではありません。オフには目標として掲げているホークスの和田に弟子入りし、肉体改造を図っています。また昨季まで阪神の投手コーチを務めていた金村悟氏は、ソフトバンクホークスは速球派を重宝するというか、監督コーチはピッチャーが球速いと安心するんですよね、ホークスは南東派、技巧派は重宝されにくいと言っています。阪神はその反対で技巧派を重宝する傾向にあります。以前にも阪神側からトレードを持ちかけていたという話もあり、やはり環境の面も大きいのでしょう。仮に現役ドラフトが導入されていなければ、大竹は埋もれていた可能性が高いです。現役ドラフトの意義が大いに発揮されたケースでしょう。陽川が早くに指名されたことで大竹を指名できた阪神、人気になりそうな選手を出すと早くに指名順が回って思い通りの選手が取れることを示しました。
前半戦の採点は100点。渡辺大輝、オリックス。圧倒的な投手力は今年も健在で、パリーグの首位を守っているのはオリックスです。現在2連覇中ですが、現役ドラフトでヤクルトから渡辺大輝選手を獲得しました。50メートル5秒9の俊足と堅守を持ち味にし、高校通算17本塁打の秘めたパンチ力も特徴です。外野の守備固めを中心にしていましたが、新人の台頭で徐々に出番を失っていき、現役ドラフトでオリックスに移籍しました。新天地ということでアピールしていきたいですが、オープン戦は1割6分7厘と不振。現在も2軍を中心に特訓中で、打率2割4分2厘、1本、OPS690 と、26歳ということもあり、数字的には物足りないところです。しかし、直近10試合では30打数14安打と爆発中。7月13日の2号逆転スリーランホームランは大きなインパクトも残しています。ファーストと外野全部を守れるということもあり、この調子が続けば近いうちに1軍で見られるかもしれません。前半戦の採点は30点。笠原翔太郎、横浜 DeNA ベイスターズ。現在セリーグ2位で阪神を猛追しているベイスターズは、現役ドラフトで中日から笠原翔太郎投手を獲得しました。140キロながらキレのある直球と落差のあるチェンジアップを武器に活躍し、2016年ドラフト4位で中日ドラゴンズに入団します。1年目から18試合に登板し、防御率 3.14 という成績を残し、2年目には開幕ローテーション入り、3年目には開幕投手を務めています。しかし2020年にした怪我の影響で、それ以降思ったような成績を残せず、現役ドラフトでベイスターズに入団しました。オープン戦では2試合に登板し、1勝、防御率 1.80 とアピールに成功します。4月2日阪神戦で先発するも、3回3失点3四死球と不安定なピッチングを見せて、2軍で調整することになりました。ファームでは現在12試合に登板し、防御率は 2.86 と好成績を残しています。6月は特に好調で、5試合に登板し、2勝1敗、防御率 1.27 と安定していました。7月11日には、阪神との首位攻防戦の第1戦目を任され、3ヶ月ぶりの1軍登板も果たしました。大胆に行けるようにと意気込んでいましたが、結果的にフォアボールやエラーが絡みながら、3回に一挙3点を失って敗戦投手になっています。南東派にもかかわらず、ストライクを取るのに非常に苦労しており、これではまだ難しそうです。28歳でまだまだ老け込む年でもなく、2軍では好成績を残し、阪神との首位攻防戦を任せられたので、今後もチャンスは来そうです。前半戦の採点は70点。大下誠一郎、千葉ロッテマリーンズ。現在 1.5 ゲーム差で首位オリックスを追うロッテは、現役ドラフトで大下誠一郎選手を獲得しました。育成ドラフト6位でオリックスに入団し、サヨナラタイムリーや代打などで活躍するも、思ったようなアピールができず、現役ドラフトでロッテに移籍します。2軍スタートとなるも、すぐに1軍に昇格。現在20試合に出場し、19打数5安打1本塁打2打点の成績です。数字以上にムードメーカーとしても貢献しており、声出し番長として選手にもファンにも愛される選手だといいます。攻守交代の際には我先にベンチから飛び出しては仲間をねぎらうなど、ベンチの雰囲気が明るいのは大下の影響です。6月末に抹消されたものの、7月15日には猛打賞、14日には4打数4安打と爆発中。この調子が続けば再昇格も近いでしょう。前半戦の採点は50点。戸根千明、広島東洋カープ。現在3位で優勝も狙える位置にいるカープは、現役ドラフトで巨人から戸根千明投手を獲得しました。巨人1年目から46試合に登板し、防御率 2.88 を記録。ロングリリーフなどで優勝にも貢献しています。
しかしその後思ったような成績が残せず、現役ドラフトで広島に指名されました。カープではオープン戦から7試合に登板し、防御率は 0.00 を記録。シーズンに入っても7試合連続無失点など大活躍しました。現在は17試合に登板し、防御率 3.68 となっています。6月2日に2失点して抹消されてから2軍では奮闘中ですが、5試合で防御率は 11.25。 しかし7月15日ファームの阪神戦では1回を投げて2奪三振被安打0、持ち直したと言えるでしょうか。前半戦の採点は70点、古川優里、ソフトバンクホークス。現在3位につけ、昨シーズン惜しくも2位で終わったホークスは、現役ドラフトで古川優里投手を獲得しました。最速153キロのストレートとキレのあるスライダーが特徴です。楽天に入団し、18年にはプロ初勝利を果たしますが、19年にトレードで巨人へ移籍。年を重ねるごとに一軍登板が少なくなり、21年に戦力外通告を受け、日本ハムが育成で獲得。オフに現役ドラフトでホークスに移籍。現在は8試合に登板し、防御率 5.00 という成績です。中継ぎとして起用されていますが、交流戦で中日相手に2試合連続失点を喫するなど、なかなか苦しんでいる様相。しかしファームでは防御率 1.38、 ウィップ 0.85 と好成績を記録しています。最近ではカットボールを見直していて、1軍にいた時のカットボールより良くなっていますと手応えを感じているようです。まだまだ27歳と若く、2軍では好成績を残しては1軍で活躍できないことが続いているので、花咲いてほしいですね。前半戦の採点は30点、オコエ瑠偉、巨人。現在4位で足踏みしている巨人は、現役ドラフトでオコエ瑠偉を獲得しました。甲子園のスターは楽天に入団し、2年目には試合数が少ないものの3割を記録。しかし思ったように伸びずに、現役ドラフトで巨人に入団します。オープン戦から爆発し、42打数13安打、打率3割1分、3打点、OPS727 で開幕1番をつかみ取りました。開幕後、好調をキープするものの、徐々に失速。現在は119打数27安打、打率2割4分3厘、2本、6打点、OPS639 と、通年通りの成績に落ち着きました。6月に昇格するものの、直近6試合で11打数2安打、2軍でも打率2割2分9厘と苦しんでおり、直近5試合でも15打数1安打となっています。しかし開幕から坂本、丸の不調と、秋広が1軍に昇格する前で苦しんでいた巨人を支えた一人であり、光る活躍を見せていたので今後に期待ですね。前半戦の採点は80点、正水優也、東北楽天ゴールデンイーグルス。低迷していましたが、破竹の8連勝で4位に浮上した楽天。現役ドラフトではカープの正水優也選手を獲得しました。2018年ドラフト6位でカープに入団し、21年ウエスタンリーグでは打率2割9分3厘、11本塁打とポテンシャルの高さを見せます。しかし1軍ではなかなか結果を残すことができず、現役ドラフトで楽天イーグルスに移籍します。2軍での調整が続き、現在は66試合に出場し、打率2割8分7厘、6本塁打、35打点、 OPS884 と好成績。1軍では2打席しかもらえず、1打数ヒットなし、1四球となっています。直近5試合でも11打数4安打4打点と安定しています。なかなかチャンスがもらえませんが、これを続けて少ないチャンスをものにしてほしいですね。前半戦の採点は30点、成田かける、東京ヤクルトスワローズ。セリーグ連覇を果たしたヤクルトは、現役ドラフトで千葉ロッテの成田かける投手を獲得しました。170センチと小柄ながら、ダイナミックで変則的なフォームが特徴の技巧派左腕です。
2軍で好成績を残しても1軍で結果を残せないことが続き、ロッテからヤクルトに移籍することになりました。オープン戦では防御率 3.86 という成績で開幕1軍入りはかなわず、2軍で開幕を迎えることになります。4月後半にチーム事情もあって1軍昇格し、2試合連続無失点を記録。しかし3登板目で2失点を喫し、2軍降格となりました。しかし対左打者には被打率1割4分3厘、左バッターにとって背中から曲がってくるようなスライダーはかなり厄介なようです。現在ファームでは21試合に登板し、防御率 7.59、 1敗。直近では4試合連続無失点中と好調な様子。左キラーということで、ある程度の成績を残せば1軍でいくらでも使い道があるでしょう。今後の活躍に期待です。前半戦の採点は40点。松岡浩希、日本ハム。新庄監督になり、新戦力の活躍が増えている日本ハムは、現役ドラフトで西武から松岡浩希投手を獲得しました。2019年ドラフト3位で西武ライオンズに入団。21年に5試合に登板するも、右肘の手術を行うことになります。その後目立った活躍もなく、現役ドラフトとなりました。オープン戦ではアピールできずに2軍スタートに。現在ファームでは13試合に登板し、防御率 5.98、 2勝2敗という成績です。直近5試合で11失点と苦しんでおり、特に制球面が課題。四死球33、 BBQ は 6.84 とかなり悪い部類に入ります。22歳とまだまだ若く、今後に期待しましょう。前半戦の採点は10点。細川誠也、中日ドラゴンズ。低迷が続く中日ドラゴンズは、得点力を増やすために細川誠也選手を獲得しました。もう皆さんもご存知の通り、細川は現役ドラフトの中でも1番か2番の大当たりです。現在の成績は打率2割8分9厘、11本、48打点、OPS 845と中日打線の核となる選手です。覚醒した要因の一つに和田コーチとの出会いがあるといいます。春季キャンプの時点で和田コーチは、あそこまで飛距離が出る選手はなかなかいない。あとはタイミングや対応力を鍛えていかないといけないと称賛する一方で課題を語りました。細川は、力んでしまうので上半身の力を抜いてもっとシンプルな形に持っていきたいと語り、和田コーチと午後8時まで振り込む日が続いたといいます。立浪監督も、常に練習できる体の強さ、あといい打撃コーチに巡り合ったのが非常に大きいと分析。また球場の広さも関係していると野球解説者の高木豊氏は見ているようです。 DeNA の本拠地はハマスタ、中日の本拠地はバンテリンということで、長打率はどうしても変わります。高木氏はこれについて、ハマスタは2割5分でも40本を打ってくれる打者が貴重になってくる。でもバンテリンで40発打つとなると打率は2割になる。細川は逆に広い球場に行って思考が変わって良くなったと、精神的な面での変化に言及しています。また楽天浅村の自主トレに参加したのもきっかけといいます。浅村から振れという一言を得て、細川は、練習であれ試合であれ振っていかないと始まらない、そんなに自分を変えなくっていいんじゃないかとも言われましたと語っています。現役ドラフトによって環境や精神面、新たな出会い、さまざまな要素が重なって覚醒したのでしょう。前半戦の採点は100点。陽川直政、西武ライオンズ。主力の流出が相次ぎ、現在最下位に沈んでいる西武は、現役ドラフトで阪神の陽川を獲得しています。2013年ドラフト3位で阪神タイガースに入団し、20年にはキャリアハイの8本塁打を放つなど活躍。21年に成績を落とし、チームの改革、佐藤輝明の台頭もあり出場機会が増えず、22年オフに西武に移籍しました。オープン戦で打率2割8厘、0本塁打に終わり、開幕は2軍に。
5月に1軍に昇格するも19打数3安打1本塁打1打点と結果を残せず、しかしその1本は移籍後初打席初ホームランということで大きな話題を呼びました。現在ファームでは打率2割7分2厘、3本27打点と好成績を残しています。若手の手本となり、要所要所ではその経験を生かしてチームに貢献してほしいですね。前半戦の採点は50点。現役ドラフト全12人の前半戦総括はいかがでしたでしょうか。巨人は本来なら左の変則左腕成田翔を取ったでしょうけど、原監督はビッグネームが好きなこともあり、オコエがいたからオコエを取りに行ったと推察できますね。巨人の次の指名は本来ならロッテになりそうでしたが楽天になりました。このことから人気になりそうな選手をリストアップすることが大切と言えますね。ロッテ成田翔は展開のあやで指名順が下位になったと思いますが、ヤクルトは渡辺大輝、オリックスは大下誠一郎をリストアップしたことを見ると納得ですね。現役ドラフト2023もとても楽しみですね。あなたの贔屓のチームの選手はどうだったでしょうか。全12人の前半戦についてや今後の現役ドラフトの期待感や問題点などがありましたら、コメント欄で教えていただけると幸いです。この動画が面白いと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録をしていただけたら嬉しく思います。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。